礼にお仕えさせていただきます。これがこれで終わりかな。ん？あれ、記録漏れがあるじゃないですか。しかも A から C の分岐全部に。もうきちんと記録しないと後から怒られるんですよね。まず M1410E0002FL の記録は、海の国。実は私、海は初体験なんですよ。そうなのか。もちろん嘘ですけどね。あ、驚きました。私の渾身のサプライズプレゼント、喜んでいただけましたか？いや、驚いてないし喜んでもいない。僕は銭湯のバカさ加減に驚いてるけどね。いやー、人気者はつらいな。海というのは広いんですね。初めてか。いえ、でも以前は戦いばかりで、このような美しい海を眺める余裕はありませんでした。私としても初めて見たよ。デカートが妄想以外で興奮してる。お恥ずかしい。ゼロ様、海に巨大なイカがいるというのは本当ですか？また海か。ここは嫌いだ。あの肉豚女の使徒だった頃を思い出すから。ファイブと毎日顔を合わせる生活か。確かに同情に値するな。今ゼロが想像した10倍はひどかったよ。確実に今でも潮の匂いを嗅ぐと吐きそうになる。あの女の肉の生臭さがよみがえって、あいつとあの日々の記憶を消せたらいいのに。オクター、なんだか嬉しそうだな。そんなに海が好きなのか。さようでございますな。胸が高鳴りますぞ。おお、実は私も好きなのだ。この色があふれる風景、心を奪われる。私は一度でいいからあの広大な海の中でいたしたいと思っておりました。とりあえずオクタはぶれないことこの上ないな。ゼロ様、海の中でいたすという私の夢を叶えてくださらんか。ゼロ、ここ懐かしいね、懐かしいね。私は別に懐かしくもなんともないよ。あと2回言うの。僕たちここで1年も暮らしたんだよ。そうだよ、君のアホみたいなおもらしに私が振り回された土地だよ。できれば君ごと消し去りたい記憶です。そんな。それでわざわざ海の国に戻ってきた理由は？あ、ちょっと私の家に寄る必要があってね。寄り道すんの？忘れ物したんだ。仕方ないだろう。何をお忘れに？忘れ物というか、ちょっと確かめたいことかな。
スパイク様が来ると海の木は混乱しているようですが、それでもまだこれだけの抵抗勢力が残っているようです。あの花マイマシン、我が家今は君たちの心を止める。そしたらこの子。
してんだからね。あちゃーん、ゼロ様鈍いですよね。よくそれで歌姫が務まるな。ゼロには感謝の気持ちを形で表してほしい。あ、ね、もちろん姫様の金銭は要求しませんよ。そうですね。手織りなんてどうでしょう。ようございました。じゃ、決定。ゼロ様の手料理、光栄です。私はまだ要求してます。ゼロ、何作ってくれるの？僕は煮込み系がいいね。私は素材を生かした料理が好みです。私は生のつものならば何でも。オクタはソレンシュの勢力を占いだろう。仕上げに蜜とクリームをたっぷり。はっ、たっぷりたっぷり。何とかという人間の一生に怪しい人をもたらすと決まりたい。ほら、僕はいつものやつにいるよ。ミハイル、ゼロにどんな料理食わせてもらってんだよ。厚切りにした唐揚げの肉食いすぎて鉄の味がするスープと辛い肉食いの感度が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 。それはいわゆるドラゴン用の食品。ゼロも僕と一緒に飲んでみんなで飲んで。オラちょっと探し物をしてくる。みんなここで待ってろ。アコールの言う分岐とやらが本当なら、花の発生しない世界もあるかもしれない。どこかにそのヒントがないだろうか。薬、生き延びる代償としてこの不死身の体を手にしてしまった。自ら死ぬこともかなわず呪われた体。呪われし歌姫とよく言ったものだ。ワンに奪われた腕、あの時に分岐してしまっていたらもう手遅れだな。この花が消える世界が本当にあるのか。あったとして私は、妹たちはどうなるんだろう。考えても仕方ないか。
アコールの言う得意点が私だとしたら、この世界を破滅に導いているのは私自身なんだろうか。やはりあいつに直接聞く必要があるか。アコール、人の家に勝手に入るなと何度言えばわかるんだ。あれ、ノックしませんでしたっけ。でもまあいいじゃないですか。で、また警告に来たのか。はい、このままだとどの分岐をたどってもひどい結末しかないですから、言うなら早い方がいいと思って。なぜ君は未来がわかるんだ。それは秘密です。逆じゃないのか。ん？君に未来がわかるんじゃなくて、君がその未来を仕組んでるって考える方が筋が通る。そんなに器用じゃないですよ。そうか。怖い。じゃあまた後で。よし、次は B 分岐のこの記録をですね。いやいや、そっちは C 分岐だし、そっちは A 分岐ってか、わざとでしょ。そうそう、そこが B 分岐で、じゃあ記録 M2410E0005FL 行ってみよっか。西暦1000年4月14日、森の国でスリーを追っていた私たちは、セントから非常に重要な情報を入手したため、山の国へと戻っていた。寒い。セント、本当にその情報は確かなんだろうな。もちろんですよ。私がご紹介するスーパーフィンガーファミリーは、こちら。
空気が揺れてる時だ。こんな寒いところまで行かれたら、あるのか。スリとランを追ってた方がマシだよ。なあ、腹が減っては何と言ってやつだ。ドラッグ！で、この何とやらの実は美味しいんだろうな。美味しいんですよ。この果実はメンダスヤンと呼ばれていまして、そのまま食べると爽やかな後味。ジャムやパンや肉につければ芳醇な香りを放ち、焼けば根性そこらの野菜よりよっぽど高い栄養価が加味されるんです。栄養価が高いということは芳醇さえも使いいただけます。それは良いことを聞きましたな。体の一部も急に目覚めましたぞ。しかしないよ。
箱じゃなくて確か隣の山、いや確か隣の国セント。はい、適当なことを言ってたんだな。適当なことなんて言っていませんよ。この大陸のどこかにあることは間違いないんですから。思い出した。決定しました。セントは後でケルベロスの餌にすることに決定しました。セントの偽情報に騙されて体力を消耗した私たちはやむなく雪山で束の間の休息を取ることになった。私もそろそろ休むか。何度も言ってますけど、このままだとひどいことにしかなりませんよ。その本に書いてあるのか。はい。おっと。うん。はい。
せられないってことか。世界に干渉しないように言われてますから。嘘つけ。いやいや、本当。でもまあ、アドバイスくらいはするかな。一体君は何なんだ。私たちは記録者です。記録者？そう、過去から未来に至るまでの記録をし続ける役割。あなた方が旧世界って呼んでる世界、そこにいた人たちから命を受けてまして。旧世界かなんだか知らないが、記録するだけならちょろちょろ出てくるな。目障りだ。確かにそれはそうなんですけど、さすがに何度もバッドエンドを見てると黙っちゃいられなくて。せめて納得のいく終わり方をしてください。言われなくても蹴りは自分でつける。人使いの荒い姫様だ。さすがミカエル先生。毎回都合よく行くとは限らんぞ。分かってるって。ゼロ。あ？本当にいいんだな？ああ。その時が来たら。うなされていましたよ。そうやって自分をすり減らして、本当に望む未来が得られるとでも？うるさいな。思わせぶりなセリフを言うだけ言って、何もしない君よりマシだ。今からでも歌うたいの件は私たちに任せた方がいいんじゃないですか。自分で撒いた種だ。決着は自分でつける。手を出したら殺す。殺すね。ゼロ、あなたの得意点変化があまりに目に余るようなら、私たちの手であなたを処分することになります。その点は覚悟してくださいね。
4月16日砂の国。これが年間妨害している勉強か。あの4つの塔から出てる魔力で強くなってるんだよ。全部壊さなきゃいけないのか。そうみたい。頑張ろうね。砂が見えたくつらない。あっつい。危ない。ここは危険です。早く敵心、目視、攻撃配置につけ。地下のみんなはどうしたの？知らない。今は役に立たないから放り出した。ひどいなぁ、ゼロ。だって、全員で気になったのはあいつらのことだ。今頃こっちの苦労の仕上げ、のんびり食材探しでもしてるだろ。みんな、僕の強弱を探してくれてるかな。腐った肉すら美味しく食べるって好物なんてあるよ。あるよ。失礼だな、ゼロは。じゃあ何の、行ってみない。それは腐ったお肉。アホか。いい。だったのに君の舌は相当だよ。ダメなんだろうな。リーレルはどうなの。リーレル美食物ってことです。って何。ミコイルみたいなやつ。ミカエルはリーレルを持つ美食家さんだったの。どうなのに。味付けの美食家だよ。私がちょっと調味料を加えただけで、食べ頃ってやつもすごく気にしてた。ちょっとでも傷んでるものを出して、ちょっと見て食べなくて。お腹空いてたの？3日食べてなくてもだ。すごい。まあ感動する点が微妙に強い。そんな美食家さんに料理をつけてあげたゼロはすごいね。まああの時は口うるさいミカエルに鍛えられた。そこそこのものを作れた。え、リオは、リオは腐った肉を美味しく食うような奴にこつどうでもいい料理しか作れなかった。すごいよ。他には、他にはミカエルのお話してよ。僕、いろいろ知りたいな。他は忘れたの。大会長全滅です。仲間を帰宅しろ。僕は頼むぞ。なんで見てろ。ミカエルや頑張れね。 あと理解るくらい強くなれるようには頑張れね。ああそういうことか。ああでも君は君でいいぞ。悪いのは悪いのは便利だ。なんて腐ったのか。うわぁ、普通ショックだよ。普通ショックだよ。ずいぶん難しいことだ。やったね。これでみんなのところに戻れるよ。戻れるよ。ああ会いたくないがな。ん、ゼロも本当は会いたいんでしょ、みんなに。いや本当に会いたくない。本当に。以上で M4510E0900FL の記録補修を完了する。以降このような失敗がないよう注意されたし、またこれで全ての条件が整ったことになる。最後に残されたのは D 分岐。得意点ゼロ、最後の記録。